こんにちは。こんにちは。喧嘩してるんですか？知らせ。あ、知ってません。あれ、さっきじゃちょっと雲がビデオ通りやったからなんか違うわ。なんかあるんだったら僕助けに行きますよ。いや、大丈夫です。あ、大丈夫ですか？お、ちょっとじゃあ一緒に遊びません？どうも。あ、仲間入れてくれるんですか？あ、うん、いいよ、別に。やった。ちょっと突然あれ、なんか突然殺したりしないでくださいね。僕見てわかるように真っ白なんで。はい、あ、しないです。お願いします。絶対しないです。絶対と言いますよ。いやー、あれやりだね。さっきのエメは全部ぶっ殺してやっからよ。俺っすか？覚悟しとけよ、これは。9、タッチで。はい。わかった。どこにいるの？待ってね。9、ショーマとしてな。こっちいいぞ。待って。ちゃんと、これ、青木プレイのだけにした。なあ。腕どうした？ケリー、あいつ来てるやん。おう。ちゃんとな。おう。うん。あいつ、こうして。やめた方がいい。あ、着きました。ちょ、ペリーのやつ助けてや。はーい。ペリーの子。あ、俺もちょ、ペリーの子な。アイディーなんていう？あ、浜野です。浜野緊張です。何なの、マジ。も乗りますか？浜野緊張ですか？あ、いいですよ、浜野。よっしゃ、エレベーめっちゃっこいじゃん。うわ、誰？浜野、ラストなんぼ？ふざけんな。撃たれちゃった。279です。よろしくお願いします。浜野くん、助けて。ペリーって来てくれへん？あ、こんにちは。浜野来て。よろしくお願いします。お前くらんけんけん、お前。浜野くらんけん、お前。よろしくお願いします。浜野くん、よろしく。浜野さん、ちょっと今行きます。浜野ちゃん、撃たったんだよ。撃たないですよ。いつもやろうとかやらねえよ。あの、痛いって何だった？悪気声なんだよ、てめえら。何、飛行機でヘリコプターで来てるやつをどうするって、フレンドだけで話してなかったようだな、お前ら。失敗だったようだな。アモルチ、またピレだった。アモルチ、あれちゃん、噂のあれちゃん、また違う。違う。てめえら、みんな皆殺しだ。声が全然ちゃう。ほんまに？俺、桃テレラやつ一回したことあんで。ちょっとかな。桃テレラまだ聞こえたって。むさ、それパクるやん。もう一回やって、話して。あれ、おもろいじゃん。浜野、もう一回、助けて。ハムチやめてよ。あ、ちょっと浜野さん、ちょっと言ってくれ。ハムチやめて。ハムチやめて。イエーイ。何盛り上がってるんですか？おい、本気出してくれよ。喋り方やろ。めっちゃおもろいやん。猪木くんや、猪木くん本気出してくれや。猪木25レベルやねん。レベルじゃねえ、ランクだよ。どっちかねえやん、もう。ケンさん。おいおいおい、どうしたんだよ。さっきまでの威勢はどうしたんだい。俺のこと殺すんじゃなかったのか、お前ら。浜野くん、負けました。ごめん。すいません。俺のこと殺すんじゃなかったのかよ。すいません。言うこと何でも聞くか？はい。じゃあ許してやるよ、しょうがね。しょうがね、許してやるか。許してください。しょうがねえな。誰か俺のこと殺したよな、もう。浜野くん。
許してやるよ。あの世でな。じゃあ次この人はもう許したいの。あ、9、9、9、9、9、9、9、はい、こいつ。もし大丈夫な。あ、あ、ごめん。します。ごめん。あ、どうぞ、9。みんなで、玉野ちゃんのポイント。ごめん、目障りだったから。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ごめんね。全然いい、全然いいの。全然いいの。ごめんね、キューってこう、目障りだったから、ぶっ殺しちゃった。目障りってじゃあ、持ち上げて。表やりやきどりやん。ほんまっすね。じゃあ、ちょっと言わせて、じゃあ。言わせてあげましょう。いい話じゃないんですかね。何ですか、もう一度お願いします。もう一度お願いします。いいのあるんだ。キュー、キュー、キュー。はい。はい。私の名はハマーザ。あなたたちを殺しに来てました。ぶち殺しタイム。ありがとうございます。キュー。わたー！うわー！おっほっほっほ。所詮地球人はこの程度ですね。いや、ロキランとかそういうの関係ないんで。ロキランではありません。デスビームです。ほぼやんかよ、マジで。ロキランとかなしでもなしでもないんで、マジで。じゃああなたも使えばいいんじゃないですか。デスビームを打てないのであれば、お前はただの猿だな。おてくれんな。ただの猿ですね。所詮貴様。あれ逃げちゃうんですか。逃げてないよ、別に。あれれれ、さっきまで俺を殺したやつは絶対に許さねえって言ってたお方が逃げちゃうんですか。あれ無視してないですね。うわロケラン大好きだわ。おっほ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 。逃げちゃうんですか。逃げちゃうんですか。逃げてないしな。じゃあかかってこい、かかってこいよ。かかってきてるじゃねえかよ。かかってきてねえじゃねえか。逃げるって言ったじゃねえかよ。あまのせん。強い。あの。あれ泣いちゃうの？泣いちゃうの？泣いちゃうの？ああ、やったけどやっちゃったね。ちょっと待っててよ。ちょっと編んでて。ちょっと編んでてか。俺ファッシブするから一回。ちょんど、ちょっと編んでてて何編めばいいんですか？マフラー？ハムラちょおもろいな。お前つまんねえな。ごめんなさい。いや、お前言うことしてるやつないからな。ん？なになに？お前言うことしてるやつないからな。嘘。俺お前なんて別に相手にしてなかったんだけど。俺言って2回お前のこと殺してるからな。俺じゃあお前それ以上殺してんじゃない？悪いよ。言うことしてるやつない。あれ言うほどお前も強くないけど。うわもう警察殺すなよ。もういやめてやめて、ほんま置いてきなんかマジで。いやそいつ敵だから、いやそいつ敵だから。ナイスー。声でかいなお前。まあ何おかしいんちゃう。おかしいよ。最高の褒め言葉ありがとう。じゃあお前おか、じゃあお前おかしくないの？お前おかしくないの？じゃあおかしないよ。なんでだよ。全然おかしないよ。え、なんでなんで全然おかしないよ。なんでうん、なんでってなんでって。え、なんでってなんで、だってお前さ、もう無視しようとかって言うときながらさ、逃げんのお疲れ、逃げてねえよとかって言ってんじゃん、おかしくない？はい、おかしいじゃん。あ、おかしい、え、何のこと。いや、おかしいじゃん。え、もう忘れちゃったの？俺もお前のこと、俺もお前のこと無視しよう、てへとかって言ってた割にはさ、逃げんのって言ったら、逃げてねえからって言ってたじゃん。小学生をいじめるやつなんかいるの？え、そもそも小学生やっちゃいけないから、ゲーム、これ。うん、知ってる。それはね、無理無理。小学生いじめるやつがどうたらこうたらって言っちゃダメだから、そもそも小学生やっちゃいけませんから、このゲーム。何言ってんの？お前に意見なんてねえんだよ、小学生。自ら小学生って認めた瞬間にな、てめえの意見なんて聞かねえんだよ、わかるか。いや、お前と話してたん。おい、泣けよ。え？泣きやがれ。やってんで。あ、ぴったりしてる。あれ？してない。してない。
もう無視？小学生くん。小学生それあとで何イエーイ弱っ。一言言わせて。いいよ、一言。え？ごめん、VC 飛んだからもう一回お願いします。モテラで気取りやな。え、なになに、もう一回言って。弱っていうやつに負けてるんですよ。なんか、そっちの方が弱いんじゃないですか？え、だって、俺の方が勝ってるけど。俺の方が勝ってるんだけど、そっちの方が弱いんじゃないですか？え、違う？ね、すいません、答えてもらっていいですか？僕の方が勝ってるんですけど、そっちの方が弱くないですか？あの、弱いって言ってるやつに負けてるんですけどとかって言ってますけど、人生もうこのゲームなんてもう数字で決まってるんですよ、数字で。今僕とあなた何対何ですか？今僕とあなた何対何で僕の方が勝ってるんですか？1点差でも僕の方が勝ちは勝ちですよね。じゃああなた弱いじゃないですか。ごっとめんなさい。あれ都合悪くなっちゃうと逃げちゃう小学生なの？あ、あれ負けちゃってんだけど。あれ弱い。これ下打ちっつんだよ、知ってる？下打ち、イエーイ。うわ弱い。あれ泣いちゃうんすか？泣かないよ、ゲームで泣くやつはちょっとおかしいよ。俺はおかしいから。お前さっき泣いてたじゃん。泣いてないよ。嘘。どこ見てんだよ。てめえ誰だよお前。お前いきなり現れてなんか会話に入ってくんじゃねえよガキ。すごいな。おい、友達かお前。俺さ、入ってくんなって言われてもさ。おう。君からさ、まださ、これ何もしたくないし。けどそれ仲間。お前差が多くて何言ってっか分かんねえさ。あんた方どこさやってんのかお前一人で。おいもう何なのマジで。お前が何やろ。ストーカーストーカーだろ。来ないでマジで。気のキャラでいいってマジで。バッタッとことか言ってるね。誰が向こう行ってたね。今行くよー。何今行くよ逃げられないよ。俺はしつこいからね。お前さっきから負け認めてっからとかって口だけじゃねえかよ、おめえよ。口だけで何とでも言えんだよ、お前。じゃあ負けを認めた姿勢表してみろ、お前。負けを認めたって言ったじゃん。認めてねえだろ。認めたやつは言ったじゃんなんて言わねえんだよ。負けを認めました、どうもすみませんだろ。おい。言ってみろ。この俺様にな。おう、言え。あれ？言わないで退出しちゃうのかな。退出なんかしねえよ。おう、じゃあ負け認めてねえじゃねえかよ。なんだてめえその口の利き方、てめえぶっ殺してやっからよ。待ってろ。だからおう、ちょっと待っ、だからおう、どれだって言った。なんだてめえ。ほら俺だから今なんかついてきてる人マジ敵運とね、あの負けらんみたいな。ほら戦闘機乗ってる人に乗ってる人は別に負け認めてるようで。おいパニックだなお前。他の人は負け認めてない。ほらあいつら他の人は認めてないのか。じゃあ俺には敬語使えよお前。俺には敬語使え。浜野様と呼べよお前。呼んでみろ浜野様よ。浜野様すいませんって言ってみ。いや浜野さんって言ったらいいですね。違う、だから浜野様すみませんっつったら俺はお前の味方になってやるって。だからあ、すいません。は？すいませんって言ってないですか。言ったじゃないですか。浜野様が抜けてんだろうが。言ってみろ。浜はもう無理っす。あれ？お前じゃあまだ俺とやりたいの？あ、二人おる。まだ俺とやりたいのお前。もうやらないって。だから浜野さんがどうもすいません味方になってくださいって言ってごらん。なんて
おい、早く言ってみろよ。浜野さんもすみません、どうぞ味方になってくださいって言ってみろ。うわっおい、言わねえのかよ。じゃあおめえら敵だな。今から叩き潰す。あ、ちょっと味方になってもらっていいですか。味方になりませんって。だから浜野さんもすみませんって言ったら俺が味方になってやるって。え、絶対嘘だ。嘘じゃねえよ。俺ちょっと俺のこと殺してくるもんだって。そんな嘘に決まってるじゃん。いやだってまだ言ってないからじゃん。やりかばきにして帰るわ。浜野様、すみませんって言ってごらん。あ、すみません、ちょっともうちょっとしたらやめなくちゃいけないんで、それ逃げないですよ。おい、また逃げんのかよ。だから逃げないっすよ。おい、お前逃げてんじゃねえかよ。二人乗りして車乗ってよ。なんか寝なくちゃいけないじゃん、そうだって。お前また逃げんのかよ。かわいいな。じゃあ浜野様、すみませんでしたって言ってごらん。じゃあ浜野さん、ごめん、逃げてるわけじゃないですけど。ごめんじゃねえよ、でもすみませんだろ。すみません。よし、許してやるか。あ、別に、あ、まだいけるっすけど。そうなのじゃん。かわいそうになってきたからさ、とりあえず俺ら逃げようよ。あ、いいよ。あ、そうなのよ、そのサンジとあんじゃん。とりあえず逃げよう。俺も自称。あ、サンチェスのサンチェス。俺も乗せて。いや、俺殺さないってだから。殺さないから大丈夫だよ。逃げんなら見逃してやるよ。殺さない、殺さない。大丈夫だよ。自爆するだけだから。俺もう信じられますね。信じられないでしょ。これが GTA 5。 これは GTA ってことは。そうだよ、おめえらは足踏み入れるのがまだまだ早かったんだよ、小学生や。お前らは算数ドリルでもやってりゃいいものをな。あばいよ。どうしたこれはドリルじゃねえぜ、これはゲームだ。大人向けのゲームなんだよ。大人じゃないじゃん、18歳って。俺は二十歳は超えている。そうだ、俺その情報初めて知った。大人向けのゲームな。あ、じゃあもうちょっとやりますんで。おう、じゃあな。バイバイ。どうだった今日俺に会ってみて。浜野くんに会えて、うん、浜野くんに会えてどうだったね、一言、じゃあね。一言、じゃあね。別に会ったってどうにもならなかった。最悪だった。最悪。不快な気持ちになった。最高、最高。うざうざい気持ち、うざい気持ちになった。じゃあバイバイ。じゃあ最高。はい、あ、最高だ。じゃあ俺の勝利だね。おぉ、びっくりびっくり。あ、退避しちゃった。